浦山塾栃木県支部スポンサー番組税とフランス革命ということで、本日は、浦山塾栃木県支部のスポンサー番組ということで、支部長の福島さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、福島さんとは長いですね。長いですね。はい、と言っても福島さんのこと誰も知らないと思いますので、そうですよね。普段はね、大学の先生、はい、そうですね。でね、世を知れず人を避けてるわけじゃないですけどね、とにもかくにもチャンネルクララ初登場ということで、はい、まあ実は先生といっても、はい、憲法とか歴史とか全然関係ないし、理系の方が専門の、そうなんですよね、はい、ということで、はい、でまあそれでまあね、と言ってもお堅い方ではなくて、ちょっと、あ、なんか黒いものなんかありますね。それで、これは何でしょうか。あ、これはどっかで見たよ。いや、それだ、あんまりわざとらしい演技大丈夫です。自然でいつも通りで大丈夫です。はい、わ、はい、かりました。はい、いや、もう最初ね、スーパー柏餅ジュニアとして出ようとして、やっぱりそれはコアなマニアにしか受けないんで、はい、特に女性層がね、ドン引きになって、はい、男の人もね、あ、倉山塾行ったら何されるか分かんないという疑惑をね、自ら醸し出してどうするんだということで、まあ、顔出し OK という、はい、名前出し OK ということで、ね、はいはい、お願いしてるんですけど、はい。はいはい、ね、これはということで、スーパー柏餅ジュニアね、別に募集してませんから、ね。で、まあ、クライマジックって基本的に敷居が高いと思われてるんで、はい、低いところでやろうと思って、ね、そのマスクなんですが、はい、まあ、しかしですね、クライマジックにはいろいろ格言があって、はい、ね、ハードルは高ければ高いほどくぐりやすい。ハードルは高ければ高いほどくぐりやすい。でも敷居が低ければ低いほどまたぎやすい。またぎやすいね。またくない。まどっかで聞いたの。ちょ切れてないんですね。切れてない、切れてない、切れてない、切れてない。いや、そういうね、もう自ら、ね、好感度を下げて導入させるようなことをやってる塾長もね、いますけど、はい、まあ、とは、はい、さておき、はい、うん、でもう一番古い支部長なんですね、福島。そうですね、10年以上ですかね。ねえ、クライマジックできる前からの付き合いですもん。そうですね、一番最初は帝国憲法講義で。ああ、そうですね、これもすごい講義でしたね。うん、どのあたりが。やっぱとにかく熱量というか、うん、先生もすごかったんですけど、はい、やっぱり塾生のその熱量が、学ぼうという熱量がすごかったですね、はい、朝はもう9時でしたっけ、うん、9時から始まり8時でしたかな。そうですよ、だって2時間2コマ1日4コマ、あ、だから2時間1コマを1日4コマで、はい、さらに飲み会と称した質疑応答とが深夜まで。何時間やってるんだよっていう、うん、と思って終わりじゃなくて、はい、翌日も同じことどんだけって感じですね。はい、凄まじいですけど、どのあたりが熱量を感じました。そうです、やっぱりその熟成もうですし、塾長もそのもう本当何時間もね、うん、でかつそれは全然テンションが落ちないと、うん、ね、倉山充と一緒に帝国憲法を学ぼうっていう塾が、全く原生力がない塾が1400人集まると思ってなかったんで、でまあネットでは事前に見てたから来た、はい、まあそれはありましたけどもね、うんうん、はい、でも実際行ったらもっとすごかったと。あ、そうですか、はい、うん、やっぱりあの戦車10台の話がやっぱりまだ印象、うん、普通の人分かんないと思うんです。ああ、失礼しました、はい、まあ、宮中祭祀といえばよろしいんですかね。宮中経費、経費ですかね、うん、はい、まあ、陛下が、まあ、うん、まあ、こう生活をしていろんなことするためにそのぐらいお金かかってるんですよっていう、うん、まあ、今言うのちょっとあれなんですけども、まあ、天皇とか自衛隊は税金の無駄だというふうに考えてる人も、まあ、中にいらっしゃるんで、うん、このね、それの金額の例えとして塾長が確か戦車何台分っていう話をされたかなと。そうそう、だからね、天皇なんて税金の無駄遣いじゃねえかっていう人に、だからもう天皇陛下はすごい質素な生活をされていて、アラブの王族なんかと比べると桁が4つか5つゼロが違うぐらい、ね、でさらに戦車10台分の予算で全ての皇室経費を賄っておられると。それがどれくらい計り知れないメリットがあるのかっていう話をした、うんうんうん、まあ、ずっとやってましたね。ちょっと目頭が熱くなってしまいました、はい、話を思い出すと、はい、うん、でまあ、ネットなんかでも私のこと見てて、はい、うん、そうですね、
あのちょっと外していいですか。どうぞ。あの伝説の演説ですね。あ、はい、まあ、でもその時ってやっぱちょうどあの就職氷河期の方のやっぱ代弁者だったんじゃないかなと。2012年平成24年のあれは11月でしょ、でしたっけね。ちょっと寒かった感じもします。寒かったですよ、はい、壇上にね、あの登ってね、はい、いやー本当にただあの、ね、あの時に日本銀行の、ね、総裁は中国の手先だとか言っちゃって、うん、普通の人よく分かんないけども、うん、でも塾長の話聞いてるとそうだなと、うん、そこから思いました。まあ4年間白川正明って人のストーカーやってましたしね。白川打てと、うん、どんな関係がない話題でもね、白川打てって言い続けましたよね。本当に今でもそうですけど、うん、はい、私自身もまあ食氷河期で、まあ、あの頃本当ね、はい、1日のお弁当代300円とかで過ごしてる人いっぱいいたじゃないですか。うん、思い出しますね、うんうん、っていうことで、はい、でなんかね、はい、まあ、ネットではね、はい、殺す消す忘れるとか、ね、それだけ言ったら本当に危ない人になっちゃいますけど、ずっと怖い印象で来てたんで、はい、なんかそういう人だったんだということが、いやでもすごく真摯ですよね、姿勢がね、やっぱりそれだけ真剣に考えてるんだっていう。そうですよ、だって日本国憲法はね、はい、日本国憲法無効論って流行ってたじゃないですか、はい、わけが分かんない、はい、まあ、正確に言うと新無効論、うーん、真面目な昔の向こう論じゃなくて今時向こう論言ってる、はい、うん、ね、それをね、殺す消す忘れるだと、あ、生ぬるいとあんなものだと、5月3日ゴミの日だと、うん、いや本当に5月3日はゴミの日だ。でも私20代から言い続けましたよ、ね、あ、そうなんですか、うん、そう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 、なんか飲み屋、渋谷の飲み屋入るとき、今日はゴミの日だって、はい、ゴミも嫌がるようなゴミのような憲法を呪う日だって言った渋谷のチーマーが逃げていてエレベーターの一緒のです。いや本当一見あのちょっとね、うん、あの、うん、激しい表現ですけども、うん、本当に塾長の話聞くと本当にそうだなというふうに思っています、うん、はい、深い意味だと、うん、はい、いうことで、まあね、アップダウンが激しいね、はい、塾ではありますけれども、とはいうものの、まあ、初歩から大事にしてて、はい、で活動としてはずっと栃木県の護国神社で。そうですね、そこの方の宮司の方が本当によくしてくれまして、はい、でちょっとあの事務的な話はちょっと申し訳ないんですけども、はい、あの他の支部の話聞くと、うん、あの何かする時の場所を抑えるのがすごく大変なんですけども、うんうんうん、宮司はですね、ごめんなさいちょっとって言うと用意してくれるっていうですね、うん、で宮司自身も塾長の大ファンであるとっていうね、必ず夜10時以降に電話かかってくると、ああ酔っ払ってんなとシラフでかかってきたことがないと暴露しちゃいますけど、さらしてさらしてどうするんだっていや、それだけもう仲がいいということで、よろしいじゃないでしょうか。大変お世話になってますけどね、もう、はい、はい、もう切っても切れない中ということで、うん、はい、はい、まあ某支部のね、栃木支部が、はい、なんか翌日の倉山塾栃木支部になってたってね、小沢一郎が出ていた自民党岩手県連が新政党岩手県連になってたみたいな、ね、そういうことがねありましたよね。はい、そうです、そうです、もうそのぐらいというで、活動としては2ヶ月おき。そうですね、うん、ただまあ合間にちょっと私なんかは東京の勉強会なんか出るんで、うん、実質毎月ちょっと行かせていただいて、うんうん、だって新幹線だったら1時間もかからずに来れる距離なん で、ね、東京支部とは非常に仲良くて仲いいですね、うん、いうこと で2ヶ月おきにやってる活動が、はい、で林読会ですね、はい、やっぱりあの、うん、これは塾長のデビュー作と言ってもいいんでしょうか。デビュー作です、うん、誰が殺した日本国憲法、はい、でまたどうでもいいですけど、ちょっとあのパタリロに絡んでるんでしたっけこれね。いやもう10個ぐらいある中で、はい、まあこれならいいんじゃないみたいな感じでね、クックロビヨンドですね、はいはい、これを、はい、みんなで読んでます、はいはい、今日はもうサブカル付いてますよね、はい、下げてます下げてます下げてます、うんうん、下がってるのかな本当に、うん、上がってます、うん、はい、であと最近あのセミナーの PV をやってたりする。あ、そうですね、うん、他の支部でやってるの生で見て、はい、それで一緒にこう、うん、それに交わろうという。で最近はあのライブ配信で事故が多発するので、すみませんでしたいや別にね、あのでそれでまあ集まった時に、はい、あのかその前の月にやってたライブをみんなで見ようみたいな、今はそうですね、うん、みたいな活動。それ本来ね、あの有料商品なんですけれども、まあ支部の支部に入るとそれは行くだけで、まあ、見れるという、はい、ことで、そうですね、うん、いうことですね。で毎年11月には、はい、あの第3土曜日ですかね、大体そうですね、うん、はい、もう10年ぐらい栃木県に行って、ね、講演会やって、はいはい、うん、ですよ、
まあ、この栃木市に住んでらっしゃる某愛さんがずっとね、うん、熱心に塾長をお呼びになられてやっている回ですね、うんうん、最初その愛さんの自宅でやりましたから、ね自宅で親戚一同集まってそこで講演会から始めて、大体毎年最近は栃木サンプラザで、そうですね、はい、あ、これは茂木先生の選挙区じゃん去年茂木先生のことを褒め殺ししたら、ね、どっからも抗議が来ないどころか、はい、もっと言えという某茂木さんのところですね、これは茂木幹事長ね、はい、人望以外の全てを手にした男と言われる権力者ちょっとお腹が痛くなってきましたそうですかそ、うん、はい、はい、っていうような活動をやってますので、はい、まあ、あのこういう楽しくね学んでいこうと、はい、でまあ基本的に、まあ、ご覧の通り、はい、あの社会的にちゃんとした紳士淑女の集まりですんで、うん、なんとなくの暗黙の掟みたいなものがあって、それって実は常識的に、まあ、紳士淑女であること、そうですね、っていうので、はい、うん、まあ、常識持って、ね、楽しく学びましょうっていうのが倉山塾ですからね、まあ、全国どこの趣味もそうですんで、うん、いうことで、それでですね、はいはいはい、という活動している中の発表が税とフランス革命来ましたね、はい、なぜ税なのかは次回に回して、はい、後編に回して、はい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 、なぜフランス革命なのかってまさか趣味じゃないですよあ、なんかこんなとこに素晴らしい書籍がイノさんこの辺にちょっとこれもついでに、あ、ついでついでごめんなさい、ついで一緒にこれも大事だ、すみません、はい、まあいい、はい、まあ、ちょっと不勉強で教養がなくて申し訳ない、はい、イノさんってどんな漫画なんですか。すですね、この出てる方が、ね、サンソンという方でですね、うん、まあ端的に処刑人です、うん、あ、はいはい、あのルイ16世をギロチンにかけた人なんですけども、うん、で最初はまあ処刑人ということでね、あの本当に残虐非道な人かと思ったら、その全く逆の人で、最後の方にはまあネタバレになっちゃうんですけども、うん、あのナポレオンに対してですね、死刑を廃止してくださいっていう公務員弾丸書まで出したっていう方です、うん、はい、まあ、ある意味説得力ありすぎる死刑の残酷さをこれ以上ないほど知ってる、はい、知ってますねっていう、はい、うん、でこの、うん、はい、そうですね、まあ、これがまあきっかけでもありますし、あとあの先生が塾長が紹介していただいた、まあ、毎年栃木市でやってる講演会で私が部署あの発表をさせていただいたと、まあ、前座発表っていう、前座でした、模範塾生の前座発表っていうことでやって、はい、はい、かどうかはちょっと分かりませんが、うん、はい、すいません、なんかそのフランス革命にあの関心を持ったっていうところでいうと、はい、そうですね、私まあなんとなくベルサイユのバラとかやってたなだなっていうのはあるんですけども、うん、なんとなくですけども、革命っていうと、うん、悪い独裁者、うん、王様を倒したらみんながハッピーになりましたというのかなと思って読んでみたら、逆じゃんと、うん、おかしいじゃんこれっていう。イノさんのルイ16世は善人として描かれてるんですか。いや、スーパー善人です、はい、ああ、じゃあ史実通りです。史実通りですね、はい、もうこの嘘だらけの日月金言大師はもうルイ16世 の、 あの名誉回復の本、いや、そうですね、フランスの王党派から喜ばれましたよ、はい、はい、うん、まあそれはさておき、であと税の話、はいはい、そうですね、やっぱりフランス革命でいろんな要素があって、私も最初よく分かんなかった部分もあったんですけども、うん、よくよく考えたら、まあ理不尽な税制、うん、もうなんか食べ物にも困っちゃうような人たちがいっぱいいるわけですから、うん、そりゃ革命でも起こしたくなるわなということで、うん、まあやっぱり税を抜かしてフランス革命は語れないんじゃないかということで、うん、まあこのタイトルを、はい、お願いした次第でございます、うん、まあ、その今我々は五行五民の状況に置かれてるわけですけど、ね、そうですね、うん、それこそ本当あの白川打てて毎日言い続けてた時ですね、はい、うん、もう本国町でベルバラを踊るという説も企画も某衆議院議員と一緒に立ててたんですよ。宮崎武って人なんて大学時代の先輩でね、あの宴会になると必ずベルバラを歌い踊るっていう芸人だったので、宮崎さんで本国町 で私が白川打てて言ってる横でベルバラやりましょうよと、それ革命起こしたいんですか。バスチーエの代わりに本国町へ本国町へ、あ、なるほど
っていう。マルセイユ語とっちゃいそうですね。みたいなことをね。はい、まあ結局そういう教養は大事ですが。さて、はい、フランス革命戻すと、はい、結局ルイ16世が前任というとびっくりしたすると思うんです。やっぱりそれはね、はい、池田理代子先生のベルバラ、ね、なんかイメージが強いと思いますが、はい、ますね。まあ、ちなみにこの本はですね、1ページ目を開けるとですね、いきなり池田理代子先生の謝罪広告から始まる。でもその太字のところが毎回見て大笑いです。ベルバラはマリー・アントワネットが出てこなければ傑作ですって主人公やって。光悦が2人とも吹き出してしまったというね。でも確かにそれは言える、まあ、言えるところありますよね、うん、はい、いいんですか。確かにその面はあると思います、ね、はい、はい、うん、でそのベルバラの功罪っていうのを、ね、はい、ちょっとね、模範発表でやってた話をお聞かせいただきたいんですけど、はい、はい、まあ、もともとこれ少女漫画ですから、うん、まあ、そういう一般の女、まあ、女の子とか、うん、そういう普通の人たちっていうのがそういう人たちに歴史に興味を持たせたというのはやっぱり良いことかなと思いますね、うんうん。でなんかあの学校の先生がフランス革命をあんまりやらずにもうベルバラ読んどけみたいな感じで投げ出すみたいな話も聞いたことあるんですけども、うん、だから史実だと思っちゃう。まあそうですね。ただちょっとそのロマンチックな面がちょっと出すぎちゃったりとかしてですね、うん、そのルイ16世とほとんど脇役だったりするので、うん、ちょっと本筋が見えにくくなってるって、まあ罪とまで言いませんけど、まあ、この時代しょうがなかったかもしれませんけども、うん、ちょっとその辺がどうかなと思っていますね、うん、あと原作というか種本というか、はい、ステファン・ツバイクというね、はい、うん、非常な文豪の先生の原作というか何というか、はい、種本がもうものすごく、ね、ルイ16世を否定的に描いているんで、いきなり先生はまだ手加減した方。本当です。私も読んでて本当にそう思いました、うん、だから本当ルイ16世が無能な暴君みたいなイメージがずっとつながっていると、はい、うん、まあ、あと池田理代子先生ってその女性が社会で厳然と差別されていた時代に出ていった人なんで、その女性への共感っていうのをね、はい、言ってた時代の本なんで、はい、不必要にルイ16世が悪く描かれてる面は、はい、抜けられないんですが、しかしまあ実際のルイ16世はどうかっていうと全然違う、はい、全然違いますね。まあ、一言で言えば善人というか、うん、愛にあふれた王だったと思いますね、うん、私15世16世、まあ、ルイ16世が主人公なんですけども、15世がお父さんかと思いきや、まあ、おじいさんだったりしてですね、うん、まあ、5人兄弟の三男というのはともかく、うん、でまあ聡明かつ解明的な王であって、すごく勉強をすごくするし、うん、9歳で外国語の詩書も読んじゃって、うん、大秀才、ね、大秀才ですね、うん、でその時流行ってた啓蒙思想、まあ、ルソーとかあっちの方にも実は詳しかったので結構共感しちゃったんだ。そうですね、うん、でまあそしてやっぱり愛情、さっき愛って言葉を話しましたけど、うん、やっぱりまず神への愛ということ、敬虔なカトリック教徒であると、うんうん、そしてまあ国民臣民へに対して深い愛情を持ち、うんうん、そしてまあアントワネットに対してもですね、本気で、うん、まあ、愛してるというか惚れていたというか、うんうん、でまあご存知の社会説法ですけども、この頃はまあ浮気というか複数の愛人持つことが普通であった、うん、というか15世がしかもそのっていう良い子はね検索しちゃいけませんっていう単語ですね、はい、しかもそのちょっと今度良い子は、はいはい、はい、うん、そうですよね、うん、っていう、はい、人が真逆の、そうなんです、うん、なんかもうアントワネットのパーティーピーポーみたいな感じで全く逆ですよね、うん、っていう、ダンスやパーティーは苦手苦手、うん、ちょっとそこはやっぱ最初アントワネット合わないですよね、うん、しかもマリン・アントワネットドイツ人ですね。あ、そっか、うん、だってハプスブルクのマリア・テレジアの娘ですね。そうですね、で、まあ、趣味は、まあ、ハンティングとあと鍵を作る錠前作りっていう、うん、オタクっぽい、オタクですね、うん、でやっぱこうちょっと外せない、やっぱギロチンの刃の斜めなのは16世の発案という、うん、まあ、より苦しまないで済むようにみたいな ね、余計なことを考えちゃって、はい、で、まあ、まあこれ見方にもよりますけども、よく言われる優柔不断であると言われてますけども、うん、まあ、逆に言えば慎重な判断でありますし、うん、革命の時はまあ分裂してるけども、どっちも同じフランス国民、うん、市民であるから、うん、どっちの見方もできないよなとも思いましたね、うん、はい、結論から言うと、心優しき聡明な王であったがゆえに殺された、はい、そうですね、マキャベリって人いるじゃないですか、はい、いますね、うん、
ね、良き君主は愛されかつ恐れられよ。でもそれは難しいから、どっちを取るかといえば絶対恐れられよ。なぜならば人は、うん、恐れるものよりも愛するものを傷つけるからだ。もうその典型例ですよ。マキャベリの方はね、200年ぐらい前か、ああそう300年ぐらい前の人ですけど、まあ、まさにマキャベリの法則のまんま、だからルイ16世ほどブルボン朝で心優しき民を愛した王はいなかったがゆえに殺されてしまったと。であることないこと後から脚色されて、なぜかマリー・ワントワネットが美化されるという謎の、そうですね、展開ね、いうことなんで、まあそういう全然教科書とか漫画とかでのイメージと全然違うよみたいな学びをね、楽しくやっていこうみたいな発表が、それのね、福島さんのね、成果発表が本格的に次回ということで、引き続きよろしくお願いしますね。はい。